粗品です。せいやです。うもうコーラー、やっぱ YouTube といえばコーラでしょ。やっぱりね。いやもう2024年よ。いやでもコーラやな。いやもう2018年ぐらいの YouTube ちゃん、知らんけど。知らんけど、いやコーラ飲もう。コーラを飲もう。コーラ飲みます。キャンペーン、どうしようかな。そのメントスコーラとかな、ベタなのはあるけど、コーラだけ飲むっていうのはあるんですか。いやだからまあ一気飲みとか、はいはいはい、早飲みを一瞬考えたんですけど、いやきついでコーラの早飲み。いやきついでコーラの早飲みと思って、もうほんま思ってるよりきついよ。なんでちょっと俺のたまにやってるあのライトな早食いみたいな、はいはいはい、常識の範囲内での早食い、なんかなミドル早食いって言ってたっけ、はい、ミドル早飲みということで、おう、その言うてもでも一気にガーッと流し込みたいなコーラは、おお、すごいよ。何口でこのコーラを飲むのが一番うまいかっていうのを検証した。うまいか、うん、やっぱ一口で飲むのはさすがにちょっと、いや無理やな一気は。で逆に何口で飲んだらミドルすごい。ちょっと待って待って、うまいかのとねねミドルすごい、はい、両方一本のハズレのお題ですか。ミドルすごい、ミドルすごい一本グランプリみたいな、うん、といやすごいで言ったらそらびっくりすんのはまあ3とかじゃん最低。3口やったらおすごいな、 4からはなんか普通にちょっとすごいぐらい。めっちゃ喉乾いてる時に、はい、水一口で半分ぐらいまでいく時あるやん。もうあるな水は。それで言ったら3口はすごいか。ミドルすごい、ほらミドルすごいんかな。いやどうですか感覚。でも泡で膨れるから水よりより大変ですよね。だってこのこうやってこの休憩しないってことでしょ。しない、一回下げてしない、はあ、っていう。それやったら3すごい。このあすごいすごい無理やで。3でいこう。3すごいよ。ほんまは1がすごい、すごいな、一番すごい。3がミドルすごいね。ちょうどミドルやな。2でいけたら2でいってほしい。でもそれはミドルより上のすごさあるんで。わかりました。コカ・コーラオリジナルテイスト。オリジナルテイストね。普通のコーラ開けます。いやコーラの一気飲みはマジできついねんな。もうこっから、おお、ナイス。香りコーラで。最近あのフライパンにコーラ流し込んで、はいはいはい、火通して、はい、なんかめっちゃ黒い砂糖の塊残るみたいな。ああ、蒸発させて。動画見たとこなんでめっちゃ飲みたかったよ。それで飲みたなる。あれで飲みたなるか。ではいきます。まず一口目ね。わあでもすごい、おはやいや最先あーいやまあでも3分の1ぐらいやわ。いやちょっと早いけどな、幸先悪いねちょっとね。片揚げポテトとかあんねやっけ。片揚げポテトないか。食べたなるコーラと一緒に食べたなるね。いやちょうど3のペースやな。でも2頑張らなきついで。3、2頑張っとかないとね。中盤頑張…うわ2頑張ってる。うわすげえ、2でいけ。2頑張った。顔忘年会のままやからネクタイ言うよ。新年会か。あれサラリーマン新宿の朝6時酔っ払いのハプニングやね。昭和のサラリーマン頭痛い。おやおや、ここにもこんなサラリーマンが昭和の番組新橋でママママ面白ハプニング映像。いやこれラストでも1,2,3って来てますからね。
これちょうどミドルすごいかもな、俺で言ったら途中で気失うな。コーラコーラコーラ迷惑かかるよコーラ。いやだからあれハイキングウォーキングさん、いやすげえよなマジで、引くもん。ルミネの寄せで毎回やってるよなあれ。コーラほんまのコーラなのあれ。俺自分なりにちょっと推理してんねんけど。なるほど、ほんまのコーラ。いやこんねんって営業妨害やけど、そのただの予測ね、見たとかじゃなくて、ほんまのコーラじゃないと思うねんけど、あれ言った。確かに終わった確かに。いやいや見てた見てた全員下手くそマジシャンでしたね今。あれほんで最近は寄せで終わったよ3口寄せで台無しや3台無し。あのあれや台無し。山手線一周言い切ってるよな。言い切ってるよで、うん、どこで出してねみたいな、なんかその後そう終わりで、うん、出せよもあるし。すごいよなあれ。すごいけどお前はすごくないよ。なんか3いったよテレビ。あ、それカウントなしでいい。口当てただけやねん実は。なんかボケたんから。いやこういう挑戦系のボケはやめていただきたいね冷めんねんそのサスケとかもやっぱボケで落ちましたとかないから。じゃあもう最後は、はい、もうあれやな、あそのもう退路立つ意味で、うん、もう加えてこうやってうわで真上にこうやろうか。お前らしくなってきたねそうや2024年も、うん、いやそれはいける。関師匠怒るかなこれ。まあこれスタイリストさんの衣装ですからね。やめとくか。コーラこぼしたらあかんかな。いやその洗濯とかさ、まあな、まあ、新年会でこぼしたってことでしょさっき新年会やってるから部屋やから飲み物。いやまあでもちゃんと新年会やから。あ、普通に行きます3口目ででも行くで行け頑張れ。応援してくれる。ほんで応援してるよ。俺が飲んでて、いいぞいいぞ、やばいって時になんか俺が喜ぶようなこう、オッケー、これいけたらすごいとか、オッケー、なんかそういうの、オッケー、いきます。はい。ゆっくり。頑張れ頑張れ。いいぞ。いいぞ。いいよ。やばいやばい、今年再婚するぞお前。うわすごい。ほんまに、あ、いける。いった。いったー。いったミドルすごいやなちょうど大盛り上がりもせんしそのミドルやわ。おすげえ。うわうわうわゲップ怖。うわうわうわ感情戦感情戦。大阪福島玉川野田天王寺ジーマミヤナンバー玉作り、鶴橋、花店、市議の、鶴橋、大阪城北爪、大阪天満宮北新地、新福島、エビエー言えたー言えるやつやった。野田、お前の地元の強さ出てたし、環状線。野田、福島。野田、福島。いやいや、ミドルすごいです。ハイキングウォーキングさんは嘘です。だから、ゲップなんか出ません。っていう検証企画でしたそれやったんや。もうあの人らは悪いですけど、はい、鈴木九太郎さんのコーラ芸ではなく、はい、松田さんソロの玉乗り芸でやっていってくださいあの人普通に曲芸がすごいからな。あの人すごいね。すごいよ。よいしょよいしょ。皆さん高評価そしてチャンネル登録お願いします。